まずは勝利おめでとうございます。 PK 戦での見事な勝利でした。先ほどの試合で振り返りお願いいたします。前半やっぱり自分たちの時間を、まあまりうまく使えなくて苦しい状況が続いて、後半に入ると少しずつ自分たちのペースになってきて、もういい流れで点決めれるのかなと思ったら全然点決めれなくて、 PK 戦まで落ち込んでしまったらやっぱり自分たちの弱いところかなと思います。ありがとうございます。次は決勝トーナメントです。意気込みの方でお願いいたします。まあ、やるからには1位を目指して勝ってやる気持ちで頑張りたいと思います。ありがとうございました。